なんか知らないけど、うん、医療業界というか、って予防のことを本当に言わないですよね。言わない。お医者さんは。あれはやっぱ構造的な問題なんですか？お医者さんはやっぱり基本的に、まあ、例えば、血糖値がちょっと高い、血圧がちょっと高い、病院行くと様子見ましょうって言って、要するに薬になって初めてお医者さんの、まあ、課金される仕事になっちゃうんで、予防だけだとお金にならないですよね。だから、予防を強調する人が、まあ、少ないっていうのは確かですね。結局、血圧と高脂血症と血糖値とかの、まあ、ある意味、開業医の先生が、ね、やってるのって、まあ、月に1回ぐらい来ていて、まあ、サブスクじゃないですか。サブスクって言って本当に失礼ですけど、でもまあ、そういうことですよね。だから、やっぱそこにはまらない人っていうのは、なかなか自分たちが、わざわざ声高に言うっていうか、まあもちろん活動よりもやっぱり目の前にいるその人たちにお薬出してる方じゃないとお金にはならないんでね。で、結局その保険診療の仕組みの中にそういったその予防をインストールすればいいだけの話だと僕は思っていて、うんうん、まあ例えば、北欧とかでは歯科の診療で、その年に最低2回は歯科でそのクリーニングをしないと歯の、うん、あ保険がね、保険が 100% になっちゃうと、いや 100% 自費になっちゃうから、めちゃくちゃ高いから虫歯とかになってもなかなかクリニック行けなくなって困るんで、ちゃんと行くようになるっていうような、そういう流れがあるんで、僕はなんかこの間また結構、まあもう近い方が、うん、これ糖尿病じゃないんですけど、脳出血で、あサウナ、最近流行りのサウナで倒れた、サウナで、うん、で彼なんかはやっぱその自営業で飲食店でしてるから、うん、そのサラリーマン時代は検診行ってたんだけど、自営業になると行かない人いるじゃないですか。行かない人いますね、うん、で血圧測ったら180とか。